こんにちは、ダイスです。今回は柴田市にある下越動物保護管理センターさんに来ています。まあまあ、うちの猫とかもここで引き取ったんですけれども、はい、そうです。今年多頭飼育とか、まあそれだけじゃないんですけど、はい、いろんな理由で、はい、そう、今保護されてる猫さんが多くて、こちらです。10月2日なんですが、12組限定になります。臨時の譲渡会を開催するということで、10月2日で、はい、まあ、詳しくは概要欄にホームページ貼っておきますんで、はい、見ていただけたらと思うんですけれども、まあ、引き取り手がちょっと足りないっていうことで、はい、そうですね、見に行きたいと思います、はい、早速行きましょう、はい、譲渡対象の猫ちゃん見せていただいてるんですが、この子はビアちゃん、メスの子で推定で2歳の子です。三毛猫さんですね、こんにちは。すごくね、おとなしい子です。こんにちは。子猫も2匹、はい、そうですね、子猫も2匹。10月2日の、はい、前に譲渡が決まれば、はい、いないらしいですね。そうですね。で、譲渡会に残ってれば来る形。はい。人懐っこい子ですね。すごい慣れてるね。ね、慣れてる。めっちゃ可愛い。こんにちは。こんにちは。サバトラちゃんかな。ね。こんにちは。キジトラ。キジトラちゃんか。うん。ミロくん。ミロくん。くん。男の子ですね。ミロくん男の子。さ、爪もね、この遊ぶのに、あ、落ちないで、落ちないでね。大丈夫？大丈夫。そうだね。で、向こうの子も男の子ですね。チラくん。黒白ちゃんですね。はい。落ち着いてる子だ。こんな感じの子です。この子たちはわらびくんとタムくんです。3歳と9歳の猫ちゃんです。推定ね。推定ね、うん、はい。で、猫エイズにかかってる子たちなんですけど、ストレスがない環境で生活すれば最後まで発症せず、そのまま元気に猫さんの一生を終えられるっていう感じの病気になってます。詳しくはホームページに書いてあるので、そちらを見てもらえたらと思います。めっちゃ眠そう。ね、すごい眠そう。隣はやんちゃだ。やんちゃだね。ここだって眠そうだね。起きちゃった。はい。はい。あはい。そして3歳の女の子、ジジちゃんです。この子も猫エイズにかかってる子になってます。真っ黒な黒猫さんですね。こんにちは。すごくね、おとなしい子です。お、スリスリってしてくれてる。ゴロ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 。こちらメスの子3頭のケージです。奥にいる白黒のお鼻が黒い右側に今いる子がミラーちゃんです。で、その隣のお鼻がピンクの子がカラちゃん。そしてマリリン、マリリン、口見て。マリリン、はい、この子がマリリンです。みんな、推定の年齢で1歳の子になってます。すごく人懐っこい子たちです。どう？ありがとう。みんなちょっと怒ってる。怒った、ごめんね。ごめんね、マリリン。で、この子たち同じところから引き取りがあった子なので、もう兄弟猫ちゃんたちっていう感じかなって思います。座ってもいい？マリリン。はじめまして、こんにちは。キョロキョロさせちゃった。ごめん、キョロキョロさせちゃったね。こんにちは。いいの？大丈夫？ありがとう。
いいのかな。はい、これに初めまして。ありがとう。毛並みいいね君。はいはい、しましょう。よし、あ、降りる。ダメでも初めまして。ミラちゃん、初めまして。とてもありがとう。初めまして。はい、タカラちゃん、初めまして。すごい、なんかクンクンしてる。匂いする。初めまして。すごいね、うん、すぐ触らせてくれる。今日初めて会ったのに。うん、ミニびっくりしたね。びっくりしたね。ごめんね。アバガミさんですね。すごい、かまってほしいから私のとこってやってる。マリリもごめんね。下ってね、ちょっとね、高いからね、怖いからやめとき。あ、お水飲んでる。こちらが、右側がオスのツナくんです。推定で2歳の子です。で、奥にいる子がカンパチちゃん。あの子も推定2歳でメスの子になります。すごい眠たかったみたいなのにごめんね。そして 2ヶ月、推定2ヶ月ぐらいの子でメスの子のミノちゃんとパルムくん。パルムくんです。この子たちも兄弟猫ちゃんです。ちっちゃいですね、まだまだ。はじめまして。ご飯食べに来たんだ。さあ、この子たちミルクボランティアさんからこっちに来た子です。なので落ち着いてますね。あと眠そう。この子がハラミくん、男の子です。もうのんびりしてますね。そして3頭いる白黒の子がイクラちゃん、女の子です。で、真ん中の子がカルビくん、男の子で、一番端っこの白い子がタマゴちゃん、女の子です。で、今4匹いて、プレイ室で生活してる子たちです。少し触れ合いさせてもらおうと思います。はじめまして、こんにちは。あ、もう人懐っこい。これタマゴちゃん、はじめまして。動いた。はじめまして。ちょっと触らせて。ありがとう。もう逃げる準備で。いい子だね。はい。で、イクラくんがね、こうちょっとね、シャイな臆病な感じの子なんですけど、慣れれば全然仲良くしてくれる子です。怖いね、ごめんね。あっち行く。へいって移動してる。仲良し。そして、カルビくんです。こんにちは、カルビくん。はじめまして。大丈夫ですか。初めまして。ダメか、ごめんね。まだダメか。まだダメだったね。でも結構ね、近くの距離まで初めて会った子なんですけど、いけますね。まこちゃん、こんにちは。大丈夫ですか。いいですか。初めまして。ちょっと怖いね、まだね。ごめんね。でも開始1分もしないでこんな感じです。お、ここがいい、ここがいいですね。はい、移動しありました。ダメだった。じゃあ、この子たちも今譲渡対象になっている子たちです。こんな感じでふれあい室に4匹いまいました。はじめまして、こんにちは。本当怖いね。はじめまして。でも全然爪立ってないです。
花見かわいい、ありがとう。はじめまして、あ、ごめん、揺らしちゃった。はじめまして、この子も今あったばっかり。お、遊びたい子ですね。ちょっとやんちゃな感じで、でもね、2匹とも全然冷たってないので全く痛くないです。ただ警戒させてしまった。あ、向こう向いちゃった、ごめんごめん、いくら。ここにいる子たちは人慣れをこうしている子たちで、すぐ上等先でも多分仲良くなってくれるんじゃないかと思います。私も初めて会ってすでにこんな感じです。はい、イクラが動いてちゃんと並びましたくっついてますね。こうどういうことになってるんだろう。お腹のところにいるのかな。顔はダメか。初めましてだったもんね。全然手を触らせてくれるんだね。君たちはちょっと時間があったら仲良くなれるかな。大丈夫ですか。いいですか。あ、もう大丈夫ですね。今日初めて会ったのにね。あ、もうこれで大丈夫です。多分この子はもう仲良くしてくれます。はじめまして、怖いけどっていう感じなんじゃないかなと思います。多分もうちょっと一緒にいたらすぐですね。いい子たちです。ということで現在保護されている